どうもー、シーワタでーす。はい、今僕は、愛知県は名古屋にいます。今日はね、後部座席に一人と助手席一人、可愛い女の子が乗ってるんだけども、今日は愛知県の面白スポットを紹介するぜ。ということで、あそこが、まず第一の面白スポット、田形神社です。田ちゃん、田形神社行ったことあるかい？ないです。行ってみようか。はい。これすごいね、あの御利益がある神社。御利益がある。いや、お体にいいの。体に。うん。うらちゃん、じゃあうらちゃん中を。ご神体が。ご神体。ちょっと取ってみ、ご神体。あの右奥にある、右奥に。そうさ。ほら。ご神体って。ほら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 。ほらちゃん。これ見てみ。ご神体。あ、逃げちゃった。逃げちゃった。おい、ご利益があるんだよ、ここは。私に必要ないから。ご利益があるんだよ。でもね、もう一箇所あるの、もう一箇所。このすぐ近くに。もうさ、そういうのじゃないっすよね。いや、そういうのじゃない。もう一箇所はちゃんとしたところ。愛知、面白スポットに着きました。うなちゃん、ここです。この顔に、どうぞ。ここは、愛知のね、面白スポット、面白スポット、ぜひね、このうなちゃんに見てほしかった。うなちゃん、これがママ観音です。え？何か私わかんない。なんですか？こう水が出てるよね。なんだろう。これ何かな、これ。じゃあこれ何だと思う、これ。え？そういうの。真摯答えていいですよ。じゃあこれ何だと思う、これ。ママ観音書いてあるね。かわいい。うなちゃん、うなちゃん、これ何かな、これ。セクハラです。エマがあるだろ。これかわいいですね。エマがあるだろ。自分で書くんですか。もう書くの、自分に。ほら、おっぱいが大きくなりますように。いや、あるからあるから。人なのに連れて行きたかった。セクハラでマジで訴えようと思います。よかったら弁護士の方お願いします。以上です。それじゃあ弁護士の方見せたら。よろしくね。困ってる。すごい片付けなんだけど。あまり出さない方がいい。